たくさんのインタビューをして、その数だけ原稿にしてきたけれど、毎回音声記録は必ず取る。当たり前。それこそ、J ロック全盛の1990年代は、音声の録音はまだ、カセットテープを使っていた。カセットテープってのは A 面と B 面の両面に録音できるんだけど、オートリバースといってテープをひっくり返さなくても自動的に A から B へ切り替えてくれる機能がある。便利だけど AB 切り替え時に10から20秒ほどの空白が生まれ、その間は録音されない。重要な発言がそこに当たったりすると立ち上がれなくなるくらいショックなので、それを避けるため120分テープを準備し、片面だけで60分用意するんだけど、そうするとテープ圧が薄くてテープレコーダーに引っかかって絡んだりしてテープがぐちゃぐちゃに伸びたりする。そうなるともう絶望的な気分。そもそも音質も悪かった。今ではレコーダーもコンパクトで高性能となり、余計な心配はいらなくなった。スマホでも十分。トラブルの原因は電池切れか容量いっぱいくらいしかないから、メンテさえ怠らなければトラブルはない。事故は格段に減った。なくなったじゃなくて減ったなんだけど、残るはヒューマンエラーで体調を崩したり睡眠不足のまま強行したりしているとまさかが起こる。右が1990年代初期のウォークマン。これはテープ起こしで使っていた再生専用機。ある日の取材のこと、1時間を超える濃密なインタビューが終わり、レコーダーを止めようとしたら、あれ？動いていなかった。え、嘘でしょ。なんで、なんで、マジか。万が一のため2台使っているのに2台ともダメ。どうやらレックボタンではなくプレイボタンを押してインタビューをスタートさせていたらしい。2台ともね、泣き。電気がついて動作し始めたと思ったけど、ボリューム0で再生してた。間抜けが火を吹いた。ほんとね、血の気が引くとはまさにこのこと。さあ、って血の引く音って聞こえるんですね、マジで。でも嘆いてもどうにもならない。頼りは記憶だけ。忘れたくない事柄を片っ端に書き出して重要な断片を絞り出す。さあ、でどうすると言ったって、逆立ちしたって、記憶で Q&A 形態のインタビュー原稿は作れない。すみません、録音できていなかったので、当初予定していた Q&A のインタビュー形式ではなく、本人からお聞きした情報をふんだんに盛り込んだ書き原稿の形で記事を作らせてくださいと了承を取り、原稿をまとめるしかない。そのトラウマ記事がこれです。実はそもそもこの話には事前に伝えるべき情報が多く、一つの記事でまとめるのには難易度が高すぎるので、是が非でもインタビュー形式でまとめたかった。インタビューという大きな幹を一本据えておけば、寄り道するように付加情報を触れる形で全体をまとめることができるからだ。ここには登場人物が2人いて、どちらもグレッチというギターと出会い愛機となっていったストーリーを持っている。記事制作の前提としてそれぞれをきちんと描いておく必要があるので、同時進行で進む2つの世界線を過不足なく書き込む。そもそも似たような話だから混乱しないように。まるでタイムパラレルとかパラレルワールドといった最近のアニメ的な設定なわけです。で、その伏線により2人が1つの接点でつながる。奇跡的につながったこの出来事を祝おうじゃないかと、カナダ大使館が動き、日本とカナダ間でイベントが開催されたわけで、そのイベントの様子を伝えるのがこの記事の本当の目的だったりもするわけです。情報量が多いけどどこもカットできない。
2人のギター性癖がそもそもちょっとレアである事実も丁寧に描いておかないと、文字通りの奇跡が起きて40年以上に及ぶストーリーが収束していった事実を伝えきれない。丁寧にディテールに触れたいけど、マニアックになっても冗長になっても訴求は落ちていくから、その頃合いが難しい。でも結果、個人的にはとても満足できる記事が作れた。アーティストにも喜んでいただけた。ランディ・バックマンもご満悦だった。都合のいい話だけど、当初予定の Q&A 形式よりも良い記事になったんじゃないかとすら思えたことが、自分への救いにもなった。もちろん録音できていないなんてのは二度とごめんだけど、といった苦労の結晶なので、お時間を許す時に読んでいただければ嬉しいです、という個人的な楽屋打ち感情をリコメンドの理由にするのは恥ずべき禁じ手です。ここメモ、ブンバークスカラスマ哲也。